いやー、ひどいね。あ、ちょっと、ちょっとね。喋ると舌が痛くなるっていうのは、これはちょっとあれですけど。あと、磯丸の、何？磯丸の菓子。そんなのがあるんだ。あとは、立ちダム。いろいろあるな。この辺りとかもね、バーチャルだったらいくらでも行けますからね。磯立ち、東大茶屋とか、こっちの方にあったりしたかして、なるほどなーっていうのがあるらしいですけど、こんなに、道の駅みたいなのがあるのかな、民宿とかも結構いろいろあるんですね。いいですね。大アサリね。こっちになるとアサリなんですよね。そうそうそう。これまあ一応、実は、ちょっと実家に戻って、ハマグリ食ってましたけどね。桑名のハマグリね。やっぱうまいですね。桑名のハマグリ。まあそうそうそう。なかなか高級なあれっていうあれになっとって、まあ実際そんなに安くはないわけではあるんですけど、言うて四日市なんで、すぐ隣がね、桑名なんで、桑名のハマグリはね、比較的、食べやすい、手に入りやすいところなのかな。まあ、サコシなんかでもそうですけどね。で、この先に、芭蕉の句碑とか出てましたね。この辺りとかも一回行ってみたいですね。結構やっぱ見どころいろいろありますね。こっちの方、こっちの方。なんか、ここ、あ、これか、くし、あ、ここにあるんです。立ってるんですね。どんな句が書かれているのか。そのあたりとかもね。またちょっと行ってみたいなって感じはありますね。で、ストーンと行くと、ヤマトさんが、にさばきやっとって、このあたりとかも結構やっぱ宿多いですね。そう、オーガニックの宿があるってなってたね。ここなんかちょっと気にはなるんだけど、オーガニック丸え。出る？ある？これらね、オーガニックやろ、まとえ。ちょっと、開けれなかった。があります。ストーンと、この辺りとかもね、結構いい景色ですよ。ずーっとあって、この辺りとか結構、ちょろちょろっと、こんなね、一人暮らし用のアパートみたいなのも結構あるんですね。地方に行くと極端に少ないんでね、あれでしたもん。レオパレスか、なんだったっけ、カラオケ屋さんとかでね、やってた時とか、結構やっぱ単身赴任が多いわけですよ。全国転勤があったりとかね、いうのがあったりして。で、そうすると、あそこの場合は、レオパレスが、社員、まあ、何？社員食堂じゃない、何？社宅みたいなね、ドンと用意するんじゃなくて、レオパレスと提携するような形になるんで、レオパレスがね、あてがわれるんですけど、そのね、レオパレスがね、麹屋さんがやってる、レオパレスが、実は、稲美の方の方がた、あの、探すのが大変。ないですよね、レオパレス自体が。そんなになくて。で、結構、そう、四日市よりも稲部の方の方が高くて、あ、意外みたいな話を聞いた話があります。そう、名古屋とかの方のがやっぱりそうなったら探しやすいですね。で、このままずっと行くと、こんな小中山っていう、やつもあったりするみたいですね。で、この小中山かな、ここか、ここ曲がったらよかったんだっけな、一回曲がらないといけないんだ。あ、いた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 、い
奇跡的なタイミングで曲がってきます。ここを一回曲がって、旧館村って方に向かってくるんですね。ここら辺の景色もね、また良くてね、結構この辺りハウス栽培とか結構盛んなんですね。結構いろいろとハウス買って、温暖な地域の方になりますからね、この辺りは。うん。風力発電とかもどんどんあったりとかして。で、ずーっと行くと、まあ、こんな感じで、すごいですね。あの、古い方のマークの、老人用のね、マークがあったりとか。で、そこのとこずーっと行くと、あ、いや、もう十字キーでやろう。カチカチするの疲れてきた。ね、ずーっとでしょ?ずーっとこんな感じ、景色が続きますよと。で、ずーっと行くと、なんか、一瞬別の画面が出てきたけど、のーん、どんどんと行きますと、散歩してる気分になっていいですね、こういうの。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この辺りとかもずーっとハウス買ってね。うん。キャベツから、田原ですから、
田原キャベツ、ああですね、こんな感じで、わーっと、わーっと。で、ちょっとこれだけだと芽なんでね、わかりにくいです。多分これキャベツの芽だと思います。うん。ね、ありますよと。これあたりとかも、サライ植物園とかなってますね。よいしょ。あ、今のこれだ。イラコ農場所。このあたりとかも、特にホームページとかないのか。あ、さっきのオーガニックのやつもちょっと見とこうか。オーガニックのところが菜の花畑とかあったりとか。いいですね。で、釘があって、この、この辺りにオーガニックでありましたよね。どこだったっけ？あ、これだ、オーガニック。あるかな？ないか。ホームページは特に設定されてないですね。っていうところなんであれなんですけど、で、ここから先、またずっと、ここの道を、さっきの道ね、戻っていきましょうかね。に戻ってきますと、こんな感じです。と、道がありますという感じですね。ああ、だいぶ戻っちゃった。もうちょっと先まで行って、ドカドカ進めちゃうよ。あらららららら、あらららら。ダッシュダッシュダッシュ。大道でしたね。さあ、あえて飲みながら。おっと、なんか飛んだ。で、そろそろどっかで曲がるところがあるんだよな。その休暇村ってのがあって、その休暇村の方に入っていく道があると。このね、農業の感じがずっとあるところですか。この辺りとかも全部 JIT のマークが入ってますけど。ずーっと、ハウス栽培。多分これハウスで、キャベツとかはね、実際栽培やってるんだと思います。で、もうちょい？あ、この辺り、アッパリファームってなかったりとかするらしい。なんかこの辺りとか、ちょっと南国雰囲気ありますね。暖かい地域ですかね。で、そう、バス停が出てきます。ここが、名和かな？名和バス停ですね。豊鉄バスですね。まあ、1時間に1本スーッと走ってるんですね。こっち経由の方のやつは。あっちの方30分に1本、その休暇村に行くやつは多分1時間に1本とかっていう設定なのかなっていう感じですね。で、ストンストンストンと行きますよーと。で、もうちょい先かな？この辺りとかも。こういうような感じで、いいですよ。ローカルな感じの景色がずっと続いていくんですよ。はい、ダンプカーが運んでますね。あ、こっちの方のが座ってますね。うん。デイブキャベツ感出てきてるね。これがぐっちゃるって、丸まってくるんですね。うん。なんか丸まったのが真ん中に出来上がっていく感じだったっけな。うん、っていう感じですね。うん。いいですね。うん。ああ、いい季節じゃないですか。ちょっと冬に見るといいですね、こういうの。あ、で、ここかな？そう、ここになんかね、謎の、コーヒーレストラン、西山ある。あ、なんか、ここはホームページがあるぞ。美味しそう。こんな感じで。じゃ、いいですね、こういった地方の方のね、何時代の、ホームページ感があって、こういうのいいですよね。よし。というので、スーッと行きますと。この辺も全部リンク貼っておきますわ。うん。お、こんなところ、アクエース売ってるじゃないですか。今ね、アクエース売ってる場所いろいろとチェックしてますからね。うん。アクエースマニアにね、5つありますからね。うん。あっちのショーツの兼ね合いでね。うん。この辺りとかね、あれもいいですよね。うん。とりあえず、動画で見たのが困らんし。まあ私、どっちかというと水飲む方なんで、今冬場でもね、別に全然1本飲めちゃうんでね。ただ2リットルのチャレンジやりましたけど、あれはね、平日は無理っすね。トイレとの格闘になります。むちゃくちゃトイレしました、あの後。予想通り。で、ずーっと行ったら、この辺りとかにね、バス停、あるね、これね、うん。あとね、バス停あったね、ここが、なんだったっけな。遠い。もうちょい近づいた。あった。保養所入り口。ここがね、保養所入り口ってことで、ここに保養所があります。で、なんだ、これで終わりになってるのかなと思いきや、実はね、この休暇村保養所、中まで入ってってくれます。今のところ良かったけど。入り口からね、ちょっと奥まであるんですけど、よいしょ。ちょっ
と先なんだけどね。よいしょ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 。あら、いけ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 。まあ、こんな感じで結構、テニス場とかね、いろいろと保養施設があって、コテージかな、この辺りは。まあ、あったりするような感じなんですけど、本館施設がこの奥にあるんですよ。この、あ、奥に見えてきましたね。こいつっすね。あ、いけやん。いけいけいけクリックだとだんだん人差し指と返ってきますからね、この距離だと。で、これが、本館の休館村の本館建物らしいです。で、しょ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 ん、ここのところを、曲がって、ちょっともうこの真ん前までね、実は、トヨタスバスさんが入って、ここにバス停があるっていう、あ、こっちだ。この辺りにね、バス停がある。もう本当に入り口を真ん前までつけてくれるっていうサービスになってました。だからここは私有地なんで、どうも中には入れんようになってますね。ちょっと Google マップではね。そう。もうでっかいロータリーなんで、当然、ぐるーっと回って、ぐるーっと回って、またもう取り戻っていくって感じですね。これがね、イラゴ、休暇村イラゴっていうらしいです。で、これ、ハッタチダムって読むらしいですね。で、こっちからイラゴ港の方にも行けるらしいです。多分、マイカーの場合は多分こっちの方がストンと抜けた方が早いのかな。見てみると。そうですね。でもあんまり変わるかもしれない。ちょっとこっちの方が大回りか。って感じなんで、こっちの方がいいのかなって感じですね。で、この休暇村は、あるかな。よし、ちょっと、休暇村のところは、ホームページがね、あるはずなんで、これかな。よいしょ。2万円ぐらいか。まあ、まあ、この手のところだと、だそうな値段かな。休暇村。ホームページ見てみよう。休暇村イラゴってことで、あ、綺麗ですね。あれはね、もう公式サイト、もうね、リンク貼っときますでね、気になる方はね、見ていただいたら、もうここから多分予約とかもね、全部できてる感じになりますからね。よし、これでいいですね。同一条、こういう感じでできたりとかしますみたいですね。旅行支援とかも使える。まあそうですね、使えるみたいです。っていうのがあったりするらしいですよ。客室こんな感じで、いろいろ。まあ、ザ、落ち着ける感じの、わー、シーツ系が、あ、洋室もあるんですね。なるほど。ってことで、結構広めのところとか、トーンとあってっていう感じですね。で、料理とかどんな感じ？うん。ような感じも、結構若い人向けでとかあるし、あ、でもまあ当然夏ね、こういうね、美味しいやつ。ありますよってことで、なるほどね。はいはいはい。なるほどな。あ、ビュッフェ設計式なんですね。ビュッフェ形式って、いわゆる、食べ放題形式で、バイキングの綺麗にいってる番って言ったら、一応、ビュッフェ形式の、飲食店で、一応責任者やってたんだよね。いわゆる、そういう風に好きなものをお取りくださいっていうタイプで。まあ、これはね、今ちょっとね、時勢がね、絡んできてるんで、ちょっとやり方変わってるかもしれませんけどね。うん。で、他にもコテージがあったり、キャンプ場もあったり、非常に、立派な施設と、で、いろんな、アクティビティも入ってるみたいですね。なるほどね、まあ、いっぱいありましたね。で、とか、いろいろとあるみたいですね。一日まさに楽しめるような感じの、あ、星空ね。はい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 。言うて一応天文部、元天文部なんでね、南湖天文部なんでね、一応ね、実は卒業アルバムの写真に入ってないんだけどね。写真別に、撮るときに別のところに撮ってとか、文芸部がメインで、やっとったんで、そっちの方の卒業写真の方やって、で、生徒会によってやっとったら、あれ、生徒会長おらんなと、な、あれ、あれ、あれ、と思っとったら、と思っとったら、もう撮ったぞって、ええって言うような感じの流れです。ああ、会長が、天文部でね。で、うちもなんか掛け持ちみたいな感じで、天文部に一応入ってったことになってるよ。いや、部費の徴収あったから入ってたことになってるはずだ。うん。まあ、メインはね、文芸部でやってて、まあ、その時にこのね、やつも作ってるんで、スターステールの前身もね、っていう感じなんですけどね。ですから、意外と、星はね、詳しい、実はね、星座別に詳しくはないです。ただ、見るのが、好きっていう感じですね。うん。
望遠鏡とかそういうね、調整とかはね、もう全然できないんでね、私が触ると、あさっての方向にバーンって向いちゃうんでね、こんなもんグイッて、嫌だグイッてって言って、0.0何度とかっていう調整をね、しないといけないし、やとね、グイッてやっちゃうんでね、私は、みんなが作ってくれたのを、おーって見るっていうね。あとは流れ星の、観測とかやりましたね。それこそどこぞやの、化け物語の曲じゃないですけど、いきなし、突然、部員が言った、部員の S 君が、今夜星を見に行こう。今夜じゃなくて、一応明日の朝か、明後日ぐらいだったけど、星を見に行こうって言い出してね、流星君、獅子座流星君だったかな、来るぞとかって言ってね、それで、見るのに、屋上を使うぞってなって、屋上の手続きとかでバタバタしたなという思い出がありますね。なんていうことを思い出しながら、休暇村はこんな感じ。ここでもうバス停から、もうこの真ん前のところまで来てますよと。今映すとこんな辺りですかね。っていう感じでございますと。いうことなんですけど、まあ別にここに折りたたんでも、もう、ここ、帰りはもう一緒の道なんでね。ここら辺までずっと一緒の道で、